これはあれですね、うさぎさんですね、うさぎの着物でございますけど、まあ、目がね、うさぎさんは大きいです。で、耳がありますね。で、うさぎさんはやっぱり耳が長ければ長いほど、繁殖が強いというかね、まあ、うさぎさんもね、ある意味スケベなところがありますからね、うさぎさんも耳が長いやつは耳が長いやつほどスケベなんですよ。ですからこう、まあ、うさぎさんですからね、動物ってのはやっぱりこうスケベじゃないと生きてはいけないですからね、動物はみんなスケベ心があって生きてきますから、じゃないとその動物ってのはね生きていけないので、ですからなかなかねこういう動物のものというのもねいいんじゃないかなというふうに思います。なかなかこう可愛らしいところがね、まあ気に入っているところではあるかなというふうな感じでございます。どうもありがとうございました。